吉本を右方向です。そうか、だからここ右に行かされたの。無駄に長い長いと思う。今まで無駄な道を通してたってこと。およそ300メートル、元橋元を右方向です。名字をやっぱあれガロスペ寮坂崎使えないらしい。今エボをやってんだよ。あ、エボってあの世界大会ね。それでガロスペインまたあるんだけど、まあ、あ、橋を入れてるのか。うん、寮坂崎は使えませんって書いてある。強えもん、ガロスペの寮。だって調子つあんじゃん、あのボコボコ殴るやつ、うん、あれガーフかでも、うん、そりゃ強えわ。いや、ザンギエフみたいなもんだもん。一気に飛び込んでいくんじゃん、あれガーって。その禁止案に対して、あ、そりゃそうだよなって意見を。一応使える機種あるけど、プレステ2とミオジオミニけど、アキアカゲーセン、アーケードオンリーのやつは何十歳なんだ。何ていうの、もう煽り運転と一緒だからね。言っとけ、ちょっと落ちてる、素晴らしい。ああ、何するの今。ああ、歯と歯の間にゴマが。うんこが入った。あ、いた。痛そう。家帰ったらミッキーのマジカルアドベンチャーやろうかな。電池届いてからポケモンやろう。デュカロベンチャー。ババア。勝てんだよな、でもあの。基盤か、基盤じゃないけど。右方向です。この例の悪は、せっかち悪は。こっち来たって感じ。ていうかこんなの渋滞したら意味ないと思うけど、別にいいよ。行きたきゃ行け。はいはい。はい、絶対はまあありがとうしないか。どうしようかな。
前は何円だったんだろう。金額出ないかな。まあちょっとだけ気になるよね。うん。値下げしてないよね。あ、これも下道って言ってんだ。下道になってんだよ。うん。まもなく右方向です。もうこれで右行ったらただの交通事故かますだけだぞ。道ないよ。どこ行ってんの？ブチーンって。落としとくか。怖いな。まもなく左方向、長屋のインター、出口です。急にインターに。かっ飛ばさないし。アバーン。でもこういうのこういうのも可愛いとこだね。ストレスにしかない。8時起きてた？起きてたよ。やったじゃん。で僕6時に起きてさ、具合って言ったんで、それは起きるのがね、ちょっとね、惜しい。早く出ないよ、結構終わり。惜しいな。疲れすぎてんのかな、最近。オナオナしても行かなくなっちゃった。やりすぎるで。え、昨日やってないよ。網カメラを切ったの。はい。風呂入った時に白いの浮いてて気持ち悪い。それ違うやつだと思うよ、さすがに。え、お前だよ。いや、絶対ないでしょ。流してるもん、さすがに。流れてねえから言ってんだよ。クソだ。クソだ。はぁ、あ。やれや。たけしの挑戦状。ドンストップミュージー。最強のポップ見せてやるぜ。クソ野郎だな。ついに諦めたな。うん、カーナビ。こっから一気に右にプッてくるしてるの。